アラフォーだっていいじゃない、楽しく遊べばいいじゃない。家庭を愛し仕事に追われるサラリーマンが夜更けにこっそりお送りする愛と恥辱のドキュメンタリー、大型犬がお送りするクランキーエストラス、始まるよ。はい、ご無沙汰しております。大型犬のクランキーエストラス。私の調査だと、まあ、今年の3月が最後だったのかな、ラジオは。なので、9ヶ月ぶりです。大型犬調べではね。うん。まあ、本当にご無沙汰しておりました。大型犬は、今日も生きております。なんとかね、一日一日を過ごせております。で、そしてせっかくの、まあ、久々の復帰ラジオなんだけれども、多分今夜は愚痴です。すんごい久々に会ってさ、でも愚痴ばっかりっていうね、うん、親戚のおばちゃんみたいな。まあそうじゃない親戚のおばちゃんもいるけれどね、うん、まあ特にいろいろあったわけではないけれどもね、まあ改めて振り返ると3月後半からかね、うん、とにかく仕事が忙しくなってね、うん、時間がなくなって配信が途絶えて、そしたら今度は5月末ぐらいかな、体がおかしくなっちゃってね、ああこれはもう働けないなと、ね、会社に行くことはもちろん、ね、できないし、仕事のことがふってこう考えるだけでもうんごいきつくてね、がっつりと1ヶ月半大型連休を取りました。会社からしてみればストライキに近いよね、うん、そこそこの管理者がその日から突然来ない。しかも全部有給で、有給休暇でね。まあ、当時その40日以上ね、有給が積み立ってたから、ね、使い切るつもりで休んでやれと思って、がっつり、もうがっつり休みました。まあ一応ね、弊社にも大病を患った時用に、その特別病床休暇みたいなものはあるんだけれどもね。あれね、ボーナス減るんだよね。日割りっちゅうかさ、その、特別休暇取った分だけボーナス減ります、うん、それが嫌でね、意地でも有給使ってやれと思って、もう無茶言って有給を使いました。でまあすぐ病院にもかかってね、うん、まあどんな病気っていうのは話しても仕方がないので、省くとしてもね、お薬ももらいながら家でゆっくり養生をしていました。でまあ奥さんとね、娘はね、まあ普通の日常を過ごさないといけないからね、うん、なんていうのかね、その大きな動物が家にね、常にいる違和感みたいなのは多分感じてたんだろうなと思います。なんでいるんだろうこれみたいなね。うん、でまあ僕もずっと家にいるわけで、子供の世話とか家事とかを手伝うさなか、その計らずもね、主婦の大変さというか子育ての厳しさというのかな、まあ短期間の甘々ですが実感することができてね、あれはなんていうのかね、3歳児4歳児とね、一日中一緒にいるのってめちゃくちゃタフだね。ああ想像もしてなかった。世のお母さんたちはすごいよ、すごいと思う、偉いと思う。仕事行ってる旦那はね気づけない、うん、だからあれよ、お子さんがいる旦那さんはね、一日一回奥さんにお礼言いなさい、うん、ほんとそんぐらい大変、すごいタフ。まあでもそんな中でもね、奥さんもいろいろ僕に気を揉んでくれてね、気分転換だーなんつって、もう超土平日にね、箱根のユネッサンに遊び行ったりね、これはねほぼもう貸し切り誰もいねえの大浴場も一人ね、スタッフの方以外と会わなくてね、それでも貸し切り風呂なんで、家族風呂3人で入ってね、うん、まあ楽しい思い出もできましたけれども、でなんやかんやと7月の後半かな、その同じ会社の別の部署にいるね、仲良しというか、まあ、よく知った人から連絡をもらって、8月から徐々に社会復帰を始めました。まあそれでもこんな状況だからね、今ね、そのほぼほぼテレワークだから、うん、家で仕事する感じです。まあ実質でね、生活の雰囲気は休んでた頃とそんな変わらないんだけどね、最近になってやっと人並みと言っていいのかなに
手も心も動かせるようになってきてね、探り探りではあるけれど社会復帰を進められているのかなと。で、少しずつ当時のね、その体調を崩した時のことをね、やっと振り返ることができるようになってきました。で、ちょっと前置きが長くなっちゃったけれどもね、ラジオというか今日はね、なんていうか少しでもね、同じ目に遭う人が減ったらいいなと思って、マイクを持った次第です。まあこの後もダラダラ話すと思うから結論だけね、ここで先に言うと、もし今みんな仕事が辛かったら休んじまえ。いいんだよ、休んで。有給あるならさ。ああ、ないなら、まあ、ワンチャン辞めてもいいわけだ。ね、外側からの、外部からの期待とかプレッシャーがさ、強えなとか、強すぎねえかなと思ったら、言いたいこと言い返しちゃえばいいし、無理なもんは無理って言えばいいんだと僕は今は思います。どんな状態でさ、どんな環境でさ、何やってようがさ、自分は自分なんだよ。今思えばね。で、まあ YouTube のね、このプランクドックスの中では、まあだいぶ適当なおじさんとしてね、やってるけれども、これでも今年で41。まあ会社でもね、当時はこう400人前後の部下がいてね、月間でも運億っていうのを売り上げるような仕事を任されている中で、それなりに責任のある、立場だったんだよね。で、取引先の企業さんっていうのも、まあまあ目が飛び出るぐらいの大手の方でね、外資系で、まあでも外資だからこそ要求も鋭くて圧も強くてね、そのまあ、あの僕なんかのよりも大先輩とか、もっともっと大きな企業に勤めてる方、やり手の方に比べれば大したことないのかもしれないけどね、僕にとっては責任重大。なんていうのかね、その僕自身当時ね、その自分自身への期待値というか信頼値っていうのが今は高すぎたんじゃないかなと感じています。思えばね、そのできる、普通だったらさ、できるわけないじゃんって、無理に決まってるでしょって思うことでもね、そのなんとかしなくちゃいけない、できる方法を探さなくちゃいけない、落としどころ見つけなくちゃいけない、なんとかやればできるはずなんだっていう、それが自分の役目であって、できなくなっちゃうっていう結論が出ちゃうと、僕がいる意味がないというかね、その生きてる価値がないというか、絶対できるっていう感じは持てないんだけど、できなくちゃいけないっていう脅迫観念がね、自己暗示みたいなものがね、すごく強くあったなと思っています。で、そんな中でさ、なぜか上司に、社内の上司に足引っ張られたり、一部の同僚にね、足引っ掛けられるようなことがあったりしながらねでもさ、もう心のどっかでは当時もう気づいてんだよ、これ無理だろうって、やるだけ無駄なんじゃないかなって、続ける意味ってないんじゃないかなって気づいてるんだよね。でもそれを押し殺して毎日毎日、だってさ、あの僕一人に肩書きが4人分ちょっとあったんだよ。なんたらマネージャーとか、ほにゃらら直接責任者とかさ、こう実務が一人分くっついた肩書きが、まあまあ代表的なもので4つね、 IT セキュリティなんちゃらとかさ、リテラシー、コンプライアンス&リテラシー系とかさ、あとはエンプロイエンゲージメントとか、まあまあまあいろいろね、まあそのやることない名前だけの肩書きながらな、だったらね、いくら増えても、まあ、別にやりゃいいじゃんって話なんだけどね。そして、まあ、例えばチームが総勢20名とかの現場ならね、当然マルチで動くから何とでもなると思うんだけどさ、400人いると結構ね、実務も半端なくてねまあそれでも頑張ってたよ。僕を信じてついてきてくれる、助けてくれてる人も少なからずいたからね、頑張ろうって。でもある日突然ね、もうバケッと壊れた感じかな。多少のね、あれ壊れるかな、壊れるかなって予兆はあったけれどもね、あそこまで突然自分の意思が体に伝わらないというか、動けなくなったのは、生まれて初めてだったかな。で、まあ結局大型ストライキにね、有給ね入るわけなんだけど、まあね、そんな人が突然いなくなってもね、今から見りゃ現場は回ってんのよ。悲しいかなよ。そりゃさ、残された人たちは大変だと思うよ。だけどね、なんとかしてんの。それで僕は生きてんの。で、家族は相変わらず健康なの。僕が
会社は有給で休んでてもね。まあまあだからね、何が言いたいかって言うとあんまり迂闊なことは言えないけれどさ、もし今ね辛いとか苦しいとかなんか漫然とそういう気持ちで日々を過ごしちゃってる人たちっていうのはさ、もう少しサボっていいと思うよ、うん、仕事においてはね。有給が残ってりゃ取ればいいしさ、何日間だって何連休だって、仕事がうんぬん上司がうんぬんっちゅうのもあるかもしんないけどさ、いいじゃん、仮病使って休んじゃおうよね。で思いっきり好きなことやろうよね、旅行でもゲームでも、まあまあ旅行はちょっとねあれしなきゃいけないかもしんないけど、ゲームでもさ、暴飲暴食でもさ、爆買いでもさ、何でもさ、ですっきりして復帰した時にさ、休む前と何も気分が変わらないで落ち込んだままだったら、まあ無理だなって思いながらも手が抜けないならやめちまえばいいよ、うん、仕事なんかさだって辛いんだもんね。でさ、周りにさ、もしそういう雰囲気の人とかそういう理由で休みがちな人がいるときはさ、もうもちろん認めてやれとは言わないけれど、そっとしといてあげない？陰口叩いたりさ、本人に嫌み言ったりさ、情けないとかさ叱ったりしないでさ、だって痛みとか苦しみっていうそういう辛さってさ、その人本人のものなんだよね。すごく超個人的なものなんだよね。何々が好きとか何々が美味しいとかさ、そういうのと一緒で他人がとやかく言えるもんじゃないんだよ、うん、だと思うの僕はね。本人が無理です辛いですって言うならばさ、本当に無理で本当に辛いんだよ。そう思ってやってくださいね。あなた自身に比べればまだまだ甘ったれに見えるかもしれないけどね、うん、そのさ、外傷怪我というか運動とかと違ってさ、心ってね怪我してても見えないんだよね、まあ、心が怪我してても見えなくてさ、血だらけになってても本人しかわからない、場合によっては本人もわからないんだよ。それでね、そのまあ過去40年そんな長くないけど、経験則から思うのはさ、心の傷ってずっと治らないんじゃないかなって思うんだよね、永遠に。うん、一回心に怪我をしたらいつだって痛いし、いつまでだって血が流れてる、うん、だけど時間が経つにつれてその痛み自体にだんだん慣れていくんだよ、ね、で傷を見ないふりというか気がつかないふりができるようになっていくだけなんだよね、うん、だからふってした瞬間にその傷を思い出してさ、もう気を失うほどの痛みを感じたり、流れ出る血を改めて見てしまったりすることがあるから、心の傷って結構辛いんでさ、まあだから他人がさ、他人の物差しでさ、とやかく言うもんじゃないんだと思うんだよね、うん、そしてその例えばその自分の心の傷をね、他人に分かってもらおうっていうのも大間違いなんじゃないかなと思うわけ、うん、分かるわけないっつの他人がね。まあまあつまりね、その自分の中の問題は自分が決めて自分が変えるしかやっぱりないんだなと思ったね、改めて。うん、まあその例えばきっかけがね、そうなるきっかけがパワハラとか周りの環境とかであったとしてもさ、ああ、そう、同じ環境にいて心が傷つかない人もいるんだよ、うん、だったらやっぱり自分がどうにかするしかないんだね、うん、っていうね。はい、あの大変長い愚痴になりました。もしここまで聞いてくれた人がいたらなんか申し訳ないけどね、ごめんなさい、うん、でもなんていうかさ、聞いてほしかったんだ誰かにね、うん、まあなんだろうね、このゲームのチャンネルには合わないので、この愚痴利用の垂れ流しサブチャンネルでも作るかね、雑談用の。ね、公開するだけで誰かに聞いてもらえる気になるかもしれないしね、うん、でまあこんな話しててふと我に返るとさ、フォルツァモータースポーツ8っていうのはいつ出るわけ。噂も聞こえてこないけど、もうずいぶん待ってるけどね、まあ信じて待つしかないかね。サイバーパンクもまだ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 遊べるしね、で周りが言うほど僕はバグにも出会ってないのでね、うん、まあもとい、いろいろあったけど
翻訳っていうの、厄年ってこんなに大変だったね。すげえ大変なんだね。まあいやー大変な1年でした。あと数日だけどね。もう少し来年はね、 YouTube でもひょっこりと顔が出せるように少しずつ元気を出していきましょう。大型犬のクランキーエストラス、申し訳なくもボロボロの1年でしたが、どうか一つ来年もよろしくお願いいたします。お久しぶりでした。じゃあまた来年ね。バイバイ。